お魚やーい、アンチョビと遊ぼうようです。帽子ちっさくね。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年4月8日土曜日の午後1時38分です。本日は夕方6時まで広場で春の釣り大会が開催されています。お、久々の。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、もうあれだな、桜が散ってるよ。桜がまだまだ全然外になんかこういう家具とか置いとるけど、これ氷のやつよね。さあ、とりあえず大会の受付やっとこう。釣りよね、釣り。ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。あれ、私今手持ちに釣り竿あったかな。今日一日アイナトーン釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺がプロデュースした魚グッズと交換できるからガンガンチャレンジしてくれよな。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう？今日初めての人は参加費無料だよ。ちょっと待って、とりあえず釣り竿持ってるかどうか。釣り竿あるね。カラフルな釣り竿。でもちょっと待って、1本しか持ってないけんさ、なんか途中で壊れたりとかしたらあれやけん、調達しとこ。あ、かわいい。いらっしゃいませ。ませ、たぬき商店、ようこそ。ようこそ。何これ、めっちゃかわいいんだけど、イースターのやつ？そちらの商品は、イースターのツリーでございます。ます。お値段は4560ドル、めっちゃ安いやん。買う買う。めっちゃかわいい。買います。毎度ありがとうございます。ます。4560ベル、間違いなく頂戴しました。ました。よし。これ何回でも買える感じか。あれやね、ソールドってならんね。んで、買わせてくださいな。もうね、お金があるなら買った方が早いけん。カラフルな釣り竿、買います。まあ、2本あれば大丈夫か。そんな速攻で壊れんよね。ボロい釣り竿じゃあるまいし。はい、オッケーです。ってことで、とりあえずこの釣り竿を手に持って、よし、受付受付。ウェイウェイ、どうなのどうなの、釣り大会参加しちゃう？今日初めての人は参加費無料だぜ。参加します。ウェイ、そう来なくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。大きさは関係ないんよね。とりあえず数だ、数頑張ろう。よし、ちょっと待ってくれ。あれなんやね。すごい今更やけど、カラフルな釣り竿ってこのルアーの部分、浮きの部分か。これさ、アヒルなんやね。なんか黒いアヒル。醜いアヒルの子みたいな感じ。ちょ、全然釣れんのやけど。お、虫取り大会みたいにさ、パッて取れるわけじゃなくて、なんかこの魚の食いつくタイミングとか、ちょっと。卵を釣り上げた何に使おうかな。でもこれは魚じゃない。ひとまずしまっておこう。うわ、イースターの時期と被っとる釣り大会、ちょっとすごく嫌だ。待って、違うんよ。今卵いらんのよな。今魚が欲しいんよな。いや、あのパターンダメだな。せめてさ、釣り大会中だけでもちょっとなくしてくれんかな。
よしこい。で、これ今度海の卵やったらどうしよう。よし、大丈夫。やっと一匹よ、カレー。さあ、次次次次。どんどん来い、どんどん来い。そっかそっか、この時期は、ありとあらゆる場所で卵が取れるんだな。うわ、全然おらんねえけど。マジで全くおらんねえけど。あ、危ねえ、花散らすところやった。何も考えずにめっちゃ、とりあえず早く移動したいという気持ちだけで進みよった。さあ、来い来い。よし。2匹、船を釣り上げた、いい調子。さあ、次次次次。いねえな。お、来い。3匹以上でボーナスよね。よし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 、よいよ。ブラックバスを釣り上げた、いい調子。あと30秒。ふう、いねえな。うわ、いないぞ、これ。これはもう無理かもしれない。いや、まだあと15秒。いや、いない。はぁ、いない。全くいない。あー、そこにいるけど間に合わないっすね。3匹だ。釣り大会フィニッシュ。めっちゃ少なくない？いつもどんな感じやったっけ？虫捕り大会はいっぱい捕まえよったんやけどさ、釣り大会ってどんな感じやった？そんなに釣れてなかったっけ？ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな？君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。あ、もちろんいらないなら俺が全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で3匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、5ポイント獲得だよ。うん、少ないよね、きっと。ウェイ、上がるー。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ちょ、もう一回行こう。ウェイウェイ、調子はどう？クーラーボックスは確認してくれたかな？いらない魚があったら全部俺が買い取らせてもらうし、また声かけてちょうだい。あ、買い取ってください。お願いします。あ、オッケーです。んで、次からが500ベルやっけ。参加費、参加します。500ベル、オッケーオッケー。それでも全然ね。全然全然、あ、儲けてるんで。さっきの1200ベルぐらいでも3匹以上でボーナス。よいしょ、行くよ行くよ。始まった。どこに向かっていくんが一番近いんかな。やっぱ川かな。こっちまで出てくるのに結構時間かかったよね、今。ほら、もう10秒かかっとるよ。おー、やった、当たり。よし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 。とりあえず1匹。多分1回目よりかはだいぶ、スピードは上がっている。ね。1匹目釣るのさっきよりかは、早いと思う。あ、これ遠いな。この辺か。おしこい。待ってー！くそ！一発でいけると思わんかった。まさかの一発やった。今度は全然こんかった。そう。ちょ、あのねー。よっ。食べてくるタイミングがな。よし。イカだイカ。はい、2。お、あそこにもおる。あー、若干ちょっと違うな。
この辺か。お、こいこい。2回目で来るのが多いよね、今のところ。よし、3。お、ちょっとスピード的にいい感じなんじゃないか。ね、さっきと全然違うよね。まだ1分ある。3333。お、これはちょっと待って。大会中ならね、別に魚であれば何の種類でもいいけん来ていただきたい。普段ならね、またかってなるそうなやつも今ならいいんで。よし、来たね、鈴木。普段ならもういいよーってなるやつ。お、あと30秒。え、これもしや気づかない？あ、気づかん。あ、ちょっと待って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 、もう一回。来るんじゃないこれ。目の前、目の前。これで5匹目。おお、第2匹目やん、やった。もう間に合わんか、おらんね。5匹。5匹で、うち対2匹、めっちゃ良くない？金額的にも期待できそうよね、さっきより。普段やったら1000ベルやろ？ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな？君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。よしよし、オッケーオッケー。あ、買い取ってもらいます、もちろん。今回は5匹。3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、7ポイント獲得だよ。これは一体何の写真撮ってるんだろうな。魚？それとも5匹釣ったこの人みたいな感じ？そう、グッズも交換しよう。あ、で、買い取りもしてください、先にちょっと。はい、全部買い取って。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は5匹。種類はと。おお、全部で11,100ベル。1万超え。よし、オッケー。売ります。クーラーボックスは空にしておくからさ、また大会にチャレンジしてくれよな。で、今ポイントは何ポイント？多分今までのも別に空っぽにはなってないよね。蓄積しとるよね。他の子と。それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人へのサービスで魚の高額買い取りもやってるぜ。違う、ポイント交換です。君のポイントは16ポイントだね。オッケー、10ポイント使って商品と交換するぜ。あざす。俺がプロデュースした魚グッズ、干物釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。干物、あの干しとるやつかな。どこや、干物、これか。あー、ほらほらほら、これこれいいね。海辺に飾ろう。んで、ちょっとこれのけてさ、これか？イースターの釣り。え、めっちゃかわいい。この木かわいいよね。すごいかわいいよね。じゃあ日常的に置いておきたいな。あれ、イースターのやつやん、絶対。ね、これ確実にイースター、空の卵かなんかじゃない？この辺まで来たらちょっと撃ち落としたい。来い来い。当日じゃなくてもこんな感じで集めれたんやっけ。お、なんか、パチンコバルーンファイトキャンペーン、たぬきマイル 200×2 ゲット。この辺のは別にもうなかったかな。なーいね。 OK。みんな釣れてる。かわいいね、その帽子。お魚やーい、アンチョビと遊ぼうよーです。
帽子小さくね。魚の集め、オイラとの真剣勝負を逃げるかの心。みんな真剣に釣ってるわ。どの魚と出会えるか楽しみだね。だってね、うんうんうん。ほらヒュージ君でもちゃんとこうやって大きい帽子かぶっとるのに。お魚お魚出ておいで、僕はここだよ。だぞ。おモニカもいたよ。おーいお魚ちゃん、あたいに釣られちゃいなよ。あは、外にいる子たちはみんな参加してる感じかな。おほらほらビアンカ、釣り糸を垂らして魚を待ちながら自然と一体化してるこの感じ、最高の癒しだわ。素敵ね。うんうん、いいね。なんかこの川に桜の花びらが流れていきよる感じ。でもこっちまでは流れてこないっていうえ、なんかこの辺さ、どうしよっかな。あっち側かな。こっちに干物置いとこう。私多分クーラーボックスとかこっちの方に置いとった気がするんよね。こっちこっち。んーで、んーどの辺、まあ、この辺に干しとくか。干物。ああ、いいいい、オッケーオッケー。適当。いや、でもいい感じやろ。やっぱ外に家具が置けるっていいね。これものけとこ。ほい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。個人的にはあとは広場に家具を置けるようにしてほしいんよね。別にイベントの時とかは勝手に全撤去してくれる感じでいいけんさ、でまたイベントが終わったらパッてなんか元に戻っとるようにできんのかなめっちゃ簡単にそうに言うけど、でも広場、絶対広場に置くようよねみたいな感じの家具あるやん時計とか広場の中に置きたいもんね。